ルさん、ミートボールてっちゃん、ギフトありがとうございます。おはよう。寒すぎるね。今日は全然眠くないですね。おはよう。安部さん、スランプくん、ギフトありがとうございます。バッチ信号。バッチ信号に起きてます。スランプくん、ゆのえもんさん、くりちゃん、そういちろうさん、またひろさん、ギフトありがとうございます。やっほい。しのぶさん、すごい、お疲れ様です。昨日は標語を変えるのを忘れてたということで、今からこれを書きたいと思います。いや、書いてみます。ドライブインライブね。そう、今回はマリホじゃなくて、どこやったっけ。あれ、マリホじゃないんよね。唐揚げめっちゃ切れてるですよ。ヤンニョムチキンだよ。最近ね、出会ったんよ、コンビニで。ヤンニョムチキン、この前はウーバーで、そう、頼んでもらったんやけど、ウーバーできる人の家でね、頼んでもらったんやけども、昨日は出会ったコンビニで。パセリさん、ホイトスケボー君、バラありがとうございます。でもなんかレッスンの合間に、そう、15分ぐらい休憩ってなって、その間に走って買いに行ったよね。でけー、もう急げー、時間ないぞーって感じだったけー、温めるの忘れてたんや。温めんではいけるかーと思ってね、温めずに持って帰って食べたら、絶対温めた方が美味しかった。まあ冷たくて美味しかったんですが、これ白で描いた方が良さそうね。こんなに、もうなんかこれがさ、もう最後な気がする、今日のこのやつが。よし、ひゅー、まあいいか。よし、こんぐらいでいいか。花束ありがとうございます、おはよう。よいしょっと。
なんか変なさ進め方いたらしとってさ、これ やった気がするんや。滝のように身を任せろ滝のようにと、金メダルはゴールじゃないっていうのも絶対やったこれは。しー経験、あ、じゃあ体験、体験の経験しろとか、バンブー、竹のようにバンブー、これやってないかもしれない。えっ、あ、1個やってないの見つけた。あともう1個、次ラストのやつありましたわ。絶対これやってない。次でラストですね。いや、今週の表はこちらです。いや、じゃじゃーん、モナリザはいつも同じじゃないモナリザはいつも同じじゃないです。ああ、あれあれ、ちょっと待って、間違えた、これを戻さんと。え、嘘、聞いたことない、嘘だ嘘だ。次のチャレンジへのスタート。え、嘘、金メダル、金メダルの金メダルのイラスト描いた記憶あるんやけど、アイスだけ。じゃーん、何やったっけ、あ、これだ。じゃじゃーん、モナリザはいつも同じじゃない。僕はこれまで何度もモナリザを見たけど、モナリザはいつも違う顔に見えたんだ。なぜそんな風に感じるのか。僕たちは毎日変わり続けている。感じることも考えることも昨日と今日の自分では全く違う。そんな風に、ま、新しく新鮮な気持ちで見ているから、モナリザの見え方が変わってきて、毎回新しい魅力に気づくことができるんだ。君も日々新しい自分に生まれ変わって、新鮮な気持ちで毎日を過ごそうという標語でございます今日も頑張っていきましょう。名言すぎ。あれ、立てるやつはないじゃん。あった、レンタビューとマーク、ハート、ありがとうございます。公演も、おお、すごい嬉しい解釈をしていただきましてさすがです。アイサはいつも同じじゃない。確かに、モナリザちゃんでした。ルル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 アンジェルさん、ハートありがとう。もこもこ
ピザピザ柄のジェラピケちゃんです。あったけい、おはよう。そういえば、ね、昨日ねめちゃめちゃに頑張ってアリコンの曲を絞ったんですよ。そうなんかいろいろあげたら35曲ぐらいあったからやばいと思って10曲以上減らさなきゃと思ってね頑張って減らして22曲になりました。22曲多いと思いますか？目標は20曲にしようと思って20、まあない曲とかもあったらいけんからちょっとカラオケ屋さんに行ってみてないってなったらあーってなるから20曲ぐらいにしようかなって思ったけど22曲になってそれ以上はもう削れん22曲それ以上はもうね削れんって状態に、ね、なってる今。いいと思う。目標は20曲やったら20曲にすること。22曲以上これ以上削れんってなったにゃこ先生だるまありがとうございます。22曲でそうやな MC はほぼなしでもいいから2時間ぐらいの公演にしようと思っておりますない曲もあるかもしれんしね。まさか分からんけどありそうな曲入れたけど、お母さん靴下ありがとうございますダメって言っても、自分ではもう削れないからもうそうなったらそうなったらもうセットリストを組んでみてなんか似たような全然アリサの曲ではまあ違うけど似たような系統の曲を2個出してどっちがいいか投票機能使うしかないそうもう自分ではもうあこれ消そうって消せるからそう投票機能で決めてもらうしかないね。からこいやろうなるまありがとう。でもいい感じになったよ。どこのグループさんの曲も入れて可愛い系とかっこいい系と歌見せる系というか歌って感じのバラード曲と入れてます。うんオリジナル声そうなんかもうこれは僕声公演みたいな感じで絶対に変わらないじゃないですか僕声公演とかのセトリは。だけどアリコンはよりいいものにどんどんしていくために
そう、より良いものにどんどんしていくためにね、あ、これやってみて、これはなんか違うなってなったら曲を変更したりもしていきたいと思っております。ガラッと全部変えるのはもうやらんかもしれんけどまあ実験です。やってみるかないって感じねそう、やってみて感想でこの曲なんかこの曲に変えた方がいいとかあったら変えて次やってみたいなと思います。22曲でいっか、めっちゃ減らしたやぞ。歌いたかったやつあったけど、いや、やっぱこれはいらんかってなって消しました。10曲ぐらいイエイ。それではそろそろキャッチフレーズいきたいと思いますじゃじゃん。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサ号出航。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんことミニアシアリサです。イエーイイエーイ、ありがとうございます。それではギフトを読みます。キュンです、おじさん、カラコン野郎、母さん、みやこ先生、パンジョラさん、やすべさん、さすらいの旅人、マーくん、パセリさん、ゆうくん、チャピチャピさん、ひろたんたん、パンジョラさん、母さん、スケーモンさん、パセリさん、まさひろちゃん、そういちろうさん、くりちゃん、ゆのえもんさん、スランプくん、やすべさん、てっちゃん、ミートボールさん、パンジョラさん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位パセリさん、12位ヒデさん、11位塩こうじさん、10位サイドケイさん、9位カンちゃん、8位ソイチローさん、7位ヒデジローさん、6位キズナックさん、5位ユーボーさん、4位てっちゃん、3位ビッグエブさん、2位パンジェラモンスターさん。1位は安部さんです。ありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。それでは今週も頑張っていきましょう。今日は火曜日です。頑張っていきましょう。それではまた夕方にお会いいたしましょう。バイバーイ。